はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ドンコウ様、ワイオウ様、お手紙も、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に入れさせていただきたいと思います。河野太郎裁判第3回口頭弁論（非公開）弁護士報告参りました。今ですね、準備として双方が言い出している、特に向こう側が言ってきている論点に合わせたですね、資料を提出して、裁判官と向こうの弁護士が持ち帰って吟味してるみたいな、そんな感じで、論点が多すぎるんで、準備として論点を絞るような作業してるみたいであります。で、こちら側もですね、河野一族が中国共産党の犬であると信じるに至った根拠の資料大量に集めてまして、で、大量に集めた資料いっぺんに出してもですね、裁判官も混乱すると思うんで、向こうの弁護士、河野側の弁護士が言ってきた論点に合わせた資料をちょいちょいと提出してて、で、裁判官も持ち帰って見てる、向こうの弁護士も持ち帰って見てるみたいな段階だそうであります。河野太郎の証言拒否は相変わらず法廷に出てきたくないと、こちら側も相変わらずですね、太郎出てこいやーと要求中、私被告なんですけど原告出てこいやーって、そんなのやったことねーってこちら側の弁護士さんにも言われましたけれども、おかしいよな。名誉毀損裁判では普通本人が出てきて私はこんなに傷つきましたって裁判官で訴えないと不利になるそうなんですけど、で、荒木田先生、の経験した名誉毀損裁判で本人出てこねーなんて一回も見たことねーよって話なんですけど、太郎側が弁護士が今までになく不機嫌だった、これはこっち側の荒木田先生の主観ですけど、何でしょうね、総裁選挙に出馬するって麻生さんに言ったんでしょう、河野太郎、なんだろうね、太郎側弁護士太郎になんか怒られたのかな、いつまでやってんだみたいな、第4回口頭弁論も非公開開催になってしまいました。いつまで非公開なんだよって、なんか裁判官が公開でやったら傍聴席が大変なことになるってビビり倒してるみたいなんですよね。で、非公開でやって、なんか最後の判決の日だけ公開でやってみたいな、そんなのもぐろんでんじゃねえのかな、私思うんですけど、こちら側もですね、そんなに傍聴人が見込まれるんだったら大法廷でやれよ、弁護士裁判官3人もいるし妥当だねえのって言ってますけれども、混乱を恐れてる裁判官たちがですね、ちっちゃい法廷で、人数少ない人しか座れない、呼ばれないような、当選できないちっちゃい法廷でやる恐れもあると、9月9日開催と決まっちゃいました。4回、ずいぶん開くなーって、だら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 、これ非公開のままだら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 何回もやって、この裁判官自分の定年退職狙ってんじゃねえだろうなって、疑っちゃいますよ。自分の定年判決出したくなくて、自分の定年までだらだら頑張る気かなって疑っちゃいますよ。裁判官が靴沢との直接会話を強く望んだので、第4回9月9日は靴沢も参加となりました。これあれだな、裁判官俺に和解しろっていうつもりなのかな、だって判決出したくない一心でね、職務放棄だろうな、裁判官は判決出すのが仕事だろうな、職務放棄なんじゃねえのそれって、なんでそれ以外だと私との直接会話、裁判官が物申す機会を強く裁判官が望むなんてちょっと考えられないですよね。まあ非公開といえどもですね、3回終了進んじゃってますんで、裁判3回終わったって話なんですよ。ですんで、和解には双方の合意が必要と。裁判始まる前だったら、提訴取り下げであるとか、そういうね、被害届取り下げであるとか、そんなこともできたらしいんですけど、向こうが一方的にね、もう始まっちゃった以上は、和解には双方の合意が必要。当たり前ですよね。和解なんだから。双方が不満だったら、和、てないもんね、わって、なもんで裁判官が是が非でも私にですね、
和解してよ、和解しようよって言ってくかもしれないですけど、断じて断る。だが断る。もう嫌ですよ、だって考えてみてください。これボクシングとして見たらさ、私が外で河野一族中京の犬ってヤジ飛ばしたらよ、法廷っていうリングの上に私を無理やり引きずり上げてよ、で観客呼ばない非公開のあれだとしても3ラウンド終わってるわけですよ。3ラウンドでね、レフリーがもうこのぐらいにしたらつって言うこと聞けるわけねえよね。私一方的にリングに上げられて3ラウンドまで戦わされて言うこと聞けるわけねえよね。もう断固として拒否いたします。現職大臣とガチンコ勝負いたします。荒木田先生、正規の放棄、そういえばあったな、そういうのは。私は一度も経験ないな。請求の放棄は向こうの完全敗北だから、むしろそうなった方が大勝利なんじゃないの。荒木田先生は50年以上弁護士やってる大ベテランです。私の年よりも弁護士やってるかもしれないなっていうぐらいの大ベテラン。その方がですね、請求の放棄なんか忘れてたぐらいないよって、そんなのって、完全放棄、まあ100ゼロですよ、私ゼロですって、私 100% 悪いですみたいな、宣言はないって、いう話でですね。で、向こうが請求の放棄して、完全放棄したらですね、私河野太郎を訴えようと思ってます。何にも根拠ねえことでね、まあなさそうなんですけど、もし請求の放棄して、リングから逃亡したらばこっちが訴える。今までかかったお金と時間と、現職大臣に訴えられるっていう精神的損害、弁償しろっつって逆に訴えます。訴えても勝てますね、これね。請求の放棄してんじゃん、完全敗北認めてんじゃんっていうことでね。これはなさそうだなっていう話であります。第3回はこんな感じとなりました。次は9月の第4回、裁判官と喋った感じのことを皆さんにお伝えできると思います。裁判だからね、録音とかはできないんですけれども、何言われたかちょっとちゃんと覚えてないといけないなという感じ。公職選挙法第143条18項、ポスターにはその表面って読むのって、法律でこれに関しては表面って呼ばれる。表面に刑事責任者及び印刷者の氏名、法人にあっては名称、東京カラー印刷であるとか、なんとか印刷会社であるとか、および住所を記載しなければならない。住所氏名、判布責任者って書けって言われたんですけど、私の場合ね、判布責任者、靴沢良二、住所、印刷会社、東京カラー印刷、住所、書かないとダメだよって言われまして、書いたんですけど、もちろんね、日本改革党の支部長たちの社長、ポスターにも全部それ入れたんですけれども、ここで、N 党のポスターを見ます。おやおや、 N 党の選挙ポスターには判布責任者、刑事責任者って書いてありましたけど、責任者と印刷会社の住所氏名の記載がないぞ。どこ探してもないぞ。公選法第243条4項、第143条または第144条の規定に違反した者は2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処すると。ないぞ、143条に違反してるぞ。責任者と印刷会社の、名前書いてねえんだからいうことで、なんか完全にアウトっぽいですね。判布責任者と印刷会社の住所氏名がない選挙ポスターの掲示は完全にアウト。ちゃんと明文化されてて、これ該当するでしょ。完全に該当しますよね。皆さんがですね、都内で違法ポスター、判布責任者と印刷会社の名前がないを見かけるたびにですね、判布責任者の記載がない、公選法143条違反で警察に通報するとですね、24人の候補者全員と支持した立花がですね、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に
処されてしまいますね。これは大変なことですね。立花ね、あと2年以上執行猶予期間残ってますよね。そんなに刑務所入りたいんですかね。方々であっちこっちでやってっからついうっかりは通用しないんですね。これ悪質ってことで罰金刑で済むとも思えないんですよね。これでね、あの懲役1年でも食らった日には執行猶予取り消されちゃいますね。で、あの24人の候補者も有罪になったら、公選法に違反した者は5年間は公民権停止で立候補できねえってことになりますから、N 党の力がそげますね。せっかく用意した、苦労して用意した24人以外の人間を今度は立候補者に立てないといけなくなりますね。警察があの本腰入れて捜査に乗り出すかはですね、皆さんの通報の数に左右されると思われますんで、まあ私も見つけたら都度都度通報しますけれども、公選法143条違反を覚えていただけたら、仕事をなるべくしたくない、なるべく通報は門前払いしたい、警察にもあの聞くかと思います。警察官ってあの刑法とかあの 何十何条とか言われるのがすごい効くんですよ。すごい効くの。あ、法律に基づいてやられちゃってるみたいな、すごい効きますから。143条違反だ、なるべく皆さん、あの特に都民の皆様、もしくはあの東京に働きに来てる、埼玉県民、千葉県民、神奈川県民、その他茨城県からも今あの働きに来てるみたいですね。つくばエキスプレスで普通に、東京に、の方、あの都内 の選挙ポスター、違反ポスター見つけたら、選挙違反はあの民主主義の根幹を脅かしますから、ぜひあの警察に通報よろしくお願いいたします。あの110番がいいです。110番知っとですね、携帯からでもですね、自動的に最寄り のその後の場所の所管の警察署につながります。で、あの110番は記録に残って警察署長にあの報告義務がありますんで、110番来たけどほっときましたってわけいかないですよ。必ず対処しなければならない義務が生じるので、110番がおすすめであります。私も何回か何十回もあの110番してますけれども、共産党がそのガードレールに勝手にあのポスター貼ってるのとかね、そういうのしてますけれども、一回も何ともなったことありません。皆様もお気軽に、正義の味方の警察に110番よろしくお願いいたします。蘇州日本人母子襲撃事件で止めに入ったバス運転手の中国人女性が死亡、現地メディアが報道。母子は命に別状なく、一人はすでに退院したとのこと。退院したのが3歳児なのかお母さんの方なのかは不明でありました。犯人の中国人男がですね、愛国無罪でうやむやになったら腹立つなーって思っていましたけれども、日本人を襲撃するのは別にいいって、あの愛国で反日で、殺人事件ってなったんで、それなさそうですね。うやむやになるのはなさそう。殺人事件でもですね、あの被害者が日本人だったら愛国無罪でうやむやってこともありますけれども、今回亡くなったのがあの中国人女性だし、ただの中国国内の中国人同士による殺人事件になりましたんで、それはないな、この男はちゃんと罰せられるな、あのメディアも報道したみたいです。しかしあの亡くなったってことはそれだけね、強い殺意で刃物で、襲ったってことで、殺意満々だよな。そんな殺意を持ってよ、3歳児とお母さんを襲ったなんてゾッとしますよね。この男普通じゃないよね。殺す気なかったなんてほざいても許すなよ。実際あの亡くなるほどひどい怪我を負わしてんだから、殺意はなかったなんて言っても許すなよって話ですよね。ブラックスーツを名乗るロシア系ハッカー団が門川サイバー攻撃の犯行声明、まあ、ニコニコ含む、経営陣と 1.5 テラバイト分の社内データ、返還交渉したが金額に不満で交渉決裂。私らこんなデータ持ってんですけど、夏野剛、門川社長の
角川健ニコニコ社長だっての運転免許証画像、社員の給与明細、面接受けた人の個人情報、まあ、履歴書ですか、セキュリティマニュアルなどの一部を公開、金を払わなければ7月1日に全データを公開するだそうであります、ネットではこれが上場企業のセキュリティかよ、セキュリティマニュアルも盗まれてんの草など呆れる声多数でありました、テロリストとは交渉しないって基本も分かってない角川経営陣と、金払ってもですね無限におかわりされそうですねこれね、私もニコニコに2000本近い動画上げてますけど、まあ諦めます、復旧しなくても。あとクリエイター奨励金って毎日上げ続けて月1万円ぐらいもらってる、残高が2万円ぐらい、もらってないのが2万円ぐらい残ってたと思うんですけど、これももうもらえそうにないですね、諦めます。プレミアム会員も私ウェブマネーでつどつど払ってんで、支払い分の期限が切れたら自動解約になるんじゃないですかね。クレジットカードで月払いでニコニコプレミアム払ってる方はカード会社に連絡が必要っぽいですね。ニコニコに引き落としさせるのやめてくれって連絡必要っぽいですね。出ないといつまでも引き落とされちゃいますね。アクセルとブレーキの踏み間違い防止装置搭載を新車に義務付け、早ければ来年6月に国交省令を改正してそうする予定だそうであります。運転免許の自主返納を上回るペースでドライバーが高齢化している報告に対応、そういう背景がある、返納させても返納させても間に合わない、新たに、何歳以上になる人の数に全然間に合わないという背景があるらしいであります。世論です。踏み間違えるとハンドルからパンチが飛んでくる装置、余計事故っちゃうよこんなの。そもそもブレーキもアクセルも同じ踏み込む動作なのが悪いと、新商社用車椅子の方用の改造した車、こう手元にアクセルあってこうギューって押すとアクセル、なる仕様に乗せてもらったことあります。あ違う、こう手元にバイクのアクセルがあってギューってやるとアクセルなんので、ハンドル操作は左手で片手でこうできるようにポッチがついてまして、結構すぐ運転になれます。加速できなくて逆に事故らないか、今の新車はついてると思ってた、その踏み間違い防止装置がね。アクセルは横スライドがだいぶ昔からあるよ、また車が高くなっちゃう。で、私が知ってるですね踏み間違い防止装置はですね、踏むんじゃなくて外側にスライドさせるレバーがついてて、それによって推進する仕組みの知ってます。だからこういうアクセル普通こう踏むじゃないですか、踏むんじゃなくて右側にですねこうレバーがくっついてまして、それをですね外側にウィーンってやることで車が進む、踏むんじゃなくてウィーンって。だからアクセルは右足をですねこうすることによって、作動させる。だからブレーキは踏むしかないで、踏み込む動作、ブレーキ踏んでるつもりでアクセルを踏むってことがなくなるっちゅうですね、踏み間違い防止装置。豊島区議員の時代にですね、後付け改造業者、これ普通の車にも、改造できて大忙しで間に合わない状態でした。この改造にですね高齢者に優しい豊島区が補助金出してました。なんといってもですね住民の高齢者率が世界一ですから、豊島区特殊ですから、豊島区が補助金出しました。自己負担がほぼないレベルで改造できるって補助金額だったとうろ覚えております。踏み間違いがないほぼないマニュアル車はですね、なんつうのこうやりますから、マニュアル車はブレーキ踏む前にアクセルからブレーキに乗せ替えますよね。それの癖があるんで踏み間違いがほぼないんですけど、それは踏み間違い防止装置つかないんでしょうかね。記事からは不明であります。マニュアル車ヒール&トーって言いながらしてますね、レバー式になったらね、これ普及したらもう安心ってことで自主返納減りそうですね。外側に開く動作で走らせる、慣れるのに時間かかりそうですね。アメリカ式に右足アクセル
左足ブレーキでいいのにな、こっちすぐ慣れますよ。皆様も試してみてください。今日の単身です。朝鮮人追悼碑撤去の件で山本群馬県知事と韓国大使の面談が組まれたが、群馬県側の公開面談フルオープン希望を韓国側が拒否したためにお流れになりました。向こうが非公開でやるって言ったんですね。そんなこと言ってないがあるから、韓国大使に限らず全てのですね、韓国政府や韓国企業とのやり取りはフルオープン録音録画必須ですね。群馬県つうか山本知事は分かってるでしょうかね。面談とか交渉の席でですね、金女脅迫土下座で言ってもねえこと言ったって後から好き勝手発表されて、そんなこと言ってないっていうのがデフォルトです。そうなるって思って臨んだ方がいい。で韓国大使もですね、そういうズルしたろって思ってたからフルオープンで公開でって言われたら、じゃあやめますってなったんですよね。ズルする気満々だったんですよね。これ丸分かりですよね。コロナ給付金詐欺で中核派活動家、高田36歳逮捕、戦争反対と言いながら連行されてしまいました。これなんて読むかわかんない、偽名かもしれない。調べたら秋則って読むらしいであります。高田秋則36歳、なんで詐欺で連行されてる時に戦争反対って叫ぶんだって話なんですけど、これは驚いた時のこいつらの脊髄反射ですかね。なんかあったら戦争反対って叫べばいいと思って、バカじゃねえの。高田は昨年8月の広島原爆式典で広島市職員を集団で暴行し刑事裁判中だそうであります。集団じゃねえと何にもできんこいつら。ソロで何にもできんやんな。詐欺も追加で実刑確実ですかね。これめでたしめでたし。日本から毒がデトックスされたな、捕まってよかったな。36歳働き盛りですね。中核化も今70代が主流ですもんね。よかったよかった。というわけで河野太郎裁判こんな感じであります。今、9月までまあ行っちゃったなと思いますけれども、次は私も出席で裁判官と話すんで、その時の様子をご報告できると思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。